懸念されるのが、大会期間中の暑さですよね。そうですね注目のマラソン競技は、過去に例のない猛暑での開催と考えられます。はい、競技は無事に行えるのか、二人の専門家に話を伺いました。新国立競技場にやってきました。現在、時刻は、マラソンのスタート時刻と同じ。指時を回ったところです。現在、手元の温度計を見てみますと、気温は三十度を超え、湿度も七十パーセント近くになっています。 朝から日差しがないにもかかわらず30度を超える日本の夏。実際に競技は可能なのか検証しました。コースを一緒に回ってくれたのは女子1万メートルの代表としてアテネオリンピックに出場し、マラソンランナーとして活躍する大島めぐみさんです。 フルマラソンで30度を超えるレースっていうのは、すごく大変なことが予想されますし、気温に伴って湿度も高いっていうのは、なかなか見られない条件なのではないかなと思いますまず、大島さんが指摘したのは強い日差しを受けて走ることによって、疲労をより早く感じやすくなってしまうので、やはり強い日差しを避ける対策っていうのがある必要になるかと思います。 東京オリンピックのマラソンコースは新国立競技場をスタートし日本橋や浅草、雷門の前を通り皇居前など都内の有名スポットを回ります日差しが一番厳しいポイントがあるということで向かったのは33キロ地点の皇居前です手元の温度計は36度を超えました かなり日差しが痛い感じになってきましたけど、どうでしょうか、こちらははいご覧いただくと分かると思うんですけれども、ここは一切日陰のないコースなんですね大島さんは、皇居前は日陰となる街路樹や建物がない道路が続く、選手にとって大変厳しいコースだと指摘します取材中も手元の温度計は39度を超える暑さに続いて、勝負のポイントとなる場所へ。 40キロ地点レース終盤の上り坂です。1番レースが動く、ポイント仕掛けるタイミングのところになると思います。やはり後半になればなるほど、どうしても日差しが強くなるって言うことが、この東京オリンピックのマラソンの特徴だと思うんです。けれども、暑さに対しての体力をどれだけ温存できたかっていうことが、この最後の後半のポイントにな。厳しいレースが予想される。今回のマラソンコース。 大島さやはりこの気温と湿度によって、あのー、外国の選手には不利な環境になりますので特に日本の選手にはすごくメダルを取るチャンスになる大会になるのかなっていうのは感じました。一方、オリンピックと都市環境の関係に詳しい東京大学の横張誠教授は。 過去のオリンピックにないようなです、ね、厳しいレースになってしまうという危険性があろうかと思います、ね、観客のほうが私はむしろ、もっとです、ね、あの心配ではないかと思ってまして、というのも街路樹をです、ね、なるべくその活用すべく、これから2年間はあんまりその枝をこう落としたりです、ね、しないで、なるべくその木陰が大きくなるようにするといったようなことも対策になってくるかと思います、ね。都や組織委員会は今後。 会場に霧の出る装置をつけることや路面の気温上昇を抑える舗装を増やす予定ですが暑さ対策の課題はまだ多く残っているようです。